佐々朗、ライオフにポスティング?ロッテは26日、佐々木朗希投手と今季の契約で合意に達したと発表した。メジャー挑戦をめぐって佐々木サイドと球団との交渉が難航し、12球団の契約保留選手でただ一人、今季契約が未公開となっていた。キャンプ不参加という最悪の事態は、直前で回避。佐々木サイドは早期挑戦を訴え続けており、今季の成績次第で24年シーズン後のメジャー挑戦を容認された可能性もある。まあよかったやん。悪しき前例ができたな。入団時に約束してたであろうから、仕方ねえ約束しなきゃいい話だし悪しき前例にもなるまい。まあ中六ローテでしっかり巡れたらええんちゃう。もう勝手にやってろよ。可能性だろ普通に考えて、そんなの認められんだろ。こういうことやってるから、チークソガキが社会なめ腐るんだよ。辰巳とのチキンレースに勝利した男。こんなん一人で思い立ってやるとは思えんし入れ知恵する人間おるんやろな。ただの憶測で草。言うほど得でもなくね、現行ルールだとマイナー契約しかできんし、そこから這い上がるって結構厳しいと思うが25歳まで待てばそれなりの待遇でいけるんだし、わざわざ小原の道選んでないか。今年のオフだとまだ安い金で契約するから、ポスティングとかはした金だろうに。規定ゼロメジャーなんて許したら。中3日で30勝だな。今までの過去5ローテは通用しないな。こんなやつ毎日投げさせろ。今年の成績が見物やね。